ッチトゥエクサリバー、逆になっちゃってるけどね、こっちっぽいね。よしよし、見つけたわ。なんか近くにねスーパーあったんだよね。ちょっと探してみたいと思います。はい、ホテル帰ってきました。今ではないけどちょっと取り忘れてました。で今帰ってきて、まあ、なんかスーパーかなんかでドーナツかお菓子とか買って、ちょっとまだ足りないから明日の朝ちょっとスーパー行ってピザ買いたい。食いしん坊みたいなね。いや、むしろ小食でしょ、だって食ってないんだもん。お腹すいた。ケルニーは今なんか地面寝てます。ポケゴしとるんよ俺は。地面でマグカルゴ今あげたし。地面にいたわ。マジか。海外のポケモンいた？どれが海外のポケモンか分かんない。海外のポケモンはちょっと調べないと分かんないけど、おファイアローの進化前に出た。ファイアローの進化前に出た、うん、どんなポケモン寂しいのこれ。分かんない、はい、モザイクかけといて。モザイクでこれ、ね、映ってる？映ってないね。どこだカメラ。フレッチンだ。なんかファイアローを見つけたみたいです。よいしょ。お菓子はね、なんかドリトス買った。食っとったんやさっきね。青いドリトス。そう。何味なんだろうこれ。なんかちょっとね、酸っぱさもあったんだよな。ドリトスとあの。チョコのやつ食ってた。とドーナツ。失敗だね。なんかあんま、スーパーになんかいろんなんかご飯なかった。普通のはなんかサンドイッチみたいなのあるでしょ。いやでもね、なんかねもう少なかった、夜中だから。あ、そうなんだ。うん、なんかサンドイッチはでもなかったな。もうちょい普通のもん食べたかったけど。これ水も買ったんですよ。で、これね、これが10ドルかな、24本セットで1本50何円かぐらいかな。まあ、明日とかもう今日だけど、今日の、夜7時かな。かけるにも夜7時一緒らしいです。というわけで明日、まあ朝一スーパー行くけど、またちょっと大会にスーパーで飯買おうね。1枚500円のね、Lサイズ1枚500円のピザ買おう。10枚ぐらい。じゃあ買いますんで、これ足かこっちか買いますんで。はい、じゃあおやすみなさい、寝まーす。ゲームついてるのに寝ないでしょこれ。まあ、あの挨拶だけ。ちょっとゲームついてるからおやすみなさいと言いつつちょっとゲームはします。はい、じゃあまた。はい、おはようございます。ね、起きました。今時間13時くらい、結構寝ました。まあ試合自体は、7時からなんであれなんですけど、ちょっと昨日の疲れが残ってたかもしれないですね。ちょっとすげえ寝た。うん。まあということで、これからスーパー行きたいと思います。なんかどうやらピザがあるらしいんで、ちょっとピザ、安いピザ買って、ちょっとそれを食べて、まあ買いだめかな、買いだめして、ちょっと備えたいと思います。大会がまあ19時だから、まあかなり早めに着いとけば多分大丈夫だと思うんだよね。うん。そうだね。じゃあ、行ってきます。また。
はい、とりあえずね、なんかピザ買いましたスーパーで。ちょっと食いかけだけど、なんかピザと中のパン、まあ後で見せますけど、なんかピザいっぱい買ったのと、これ確かね2枚で7ドルくらいかな、なんか500円で買えるっていうのあったんだけど、あったって聞いたんだけどちょっと分かんなかったわ。とりあえずこれピザ食ってます。今ウーバー待ちですね。それはウーバー使って帰って、その後会場を迎えたいと思います。じゃあまた。レボンの会場着きました。黄色初レボ来たな、ついに。ちょっとねまだ時間があるんで、まあ、とりあえずプールの場所を確認してちょっとうろつきたいと思います。はい、これから、自分のプール始まります。初戦もちょっとプールのメンバー見た感じはちょっと分かる人がいなかったんですけど、まあなんとか今日はウィナーズ抜けして明日を迎えたいと思います。ここから頑張ります。確定じゃない？確定か。うん。あのウィナーズで抜けるかルーザーズで抜けるかって感じなんで頑張ります。ワイケンもいるね。
公式なのかな。こういうのあるね。すごい奥の方まで来ちゃった。これ何のキャラ、何のキャラだろうこれ。あ、でもあれ推しの子じゃん。あ、マキマさんもおるわ。これは、あ、よく見るやつだこれ。キャラが分かんないな。これ DJ じゃないこれ。これらしいの。あ、違うわこれ。鉄拳8のキャラだこれ。鉄拳7か。あっちにブランカおるわ。なんかホロライブの格ゲーも今回あるから、それ出展で出てんのかな。これドラゴンボールあるね。ゴボもやってるからね。これフェイトじゃん。フェイトはメルブラ本家かな。感じです。あ、堀、堀ブース今はやってないのかな。奥何あんだろう。あれ、なんか象が格ゲーしてるわ。アーケードショップ。とりあえずこんな感じで今日は休もうかな。ちょっと家の方にね、家っていうかホテルの方にねピザとパンは買ってあるんで、ちょっととりあえずそれを食べて明日に備えようかな。というわけでちょっとホテルの方に向かいたいと思います。また。